あのちょっとあまり時間が取れなかったのとね、えー、あのこの形での。 ねえーまあ、撮影になりますけどもこれで、まあ、内容を取り組みっていくのはねだいぶ久しぶりのような気がしますね、えー、いつも画像をねつけてあの音だけをこう録音して、えー、投稿させていただいてたんですけども、まあ、こういった形でね投稿するのもね、まあ、たまにはいいんじゃないかなと思いますではあの2日間のね取り組み内容ねい、えー、っていきたいと思います7日目と8日目ですねここから折り返し地点といったところになります まずは重量ですね。えー、幕下寺沢、えー、寺沢を、え、大将法との取り組みが組まれておりまして、なんと下画上ですね。えー、寺沢寄り切りで勝っています。極集法西木木、西木木が寄り切り。矢後と美濃美、美濃美が寄り切りですね。 錦富士と朝日湯、えー、新十両朝日湯、えー、西木内寄り切りで好調6勝1敗、東龍高県と東龍はたき込みで、ここで小文、えー、初白星となっております。大正丸と緑富士大正丸が好調ですね、星出しで勝って6勝目、王鵬琴勝峰、王鵬が押し出し、東白龍武将山、東白龍がはたき込み、阿炎と白鵬山、阿炎が突き落とし、海将と佐田のみ、 海将が寄り切り、ダイムみたい若元春、若元春が上手投げで勝っていますね。松鳳山天空海、天空海も好調、掛け投げで天空海の勝ち。えー、水戸龍、徳勝龍、十、え、両、ー、水戸龍は徳勝龍と組まれておりましたけども、まあ、残念ながら徳勝龍の方が1、えー、枚上手でございました。 一山本剣翔、一山本が押し出し、輝き千代丸、千代丸が叩き込み、開成栃の神開成が寄り切り、豊山琴江子豊山が押し出し、遠藤千代の国、遠藤が寄り切り、千代の尾秀の海、秀の海が寄り切り、 千代大龍、照強し。千代大龍が突き落とし。島の海、妙義龍、妙義龍はいいですね。非常に好調さをアピールしています。寄り切りで妙義龍の勝ち。青山、大野将、青山が叩き込みで勝っています。裏と沖の海。沖の海が押し倒し。飛び猿、宝富士。宝富士が寄り切り。 大栄翔、霧馬山、大栄翔、引き落とし、高安、高野里、高安が、えー、押し倒し、千代翔馬、明生、明生が突き落としということで、千代翔馬はもう後がないですね。えーまあ、まだ7日なんですけど、もう0勝7敗ということで、ここでね、一,一,番,、えー、一番勝っておきたいっていうところはね、えー、あるんですけどね、今場所はね、模、え、様、ー、に行ってないっていう感じではございますね。 えー、三宅見一の城、一の城が寄り切り、が高影貴景勝、貴景勝が押し倒し、正代玉押し、正代が寄り切り、えー、横綱照ノ富士、まあこれはもう横綱相撲って感じですよね。えー、相手は琴ノ若ということでね、えー、ありましたけども、寄り切りで、えー、照ノ富士が勝ちということで、まあザ・横綱相撲って感じなんですね。ね、えー、そんな一戦だったかなって感じです。はい、続きまして、えー、また授業の方から見ていきましょう。8日目ですね。 えー、受領、朝市へと緑富士から始まります。えー、緑富士がつくい投げ、あずまと矢後、あずまが寄り切り、微道美琴昌鳳、琴昌鳳が寄り切り、大正丸錦木、錦木がつくい投げ、高健と東白龍、高健とが押し出し、王鵬錦富士、王鵬が押し出し、押し倒し、大正鳳白�山、大正鳳が寄り切り、極州鳳と武将山、えー、武将山が押し出し、若元春と阿炎阿炎が押し出し、大山見て佐て定み、定みが寄り切り、 小宝山、小宝山がすくい投げ、魁将と天空海、天空海が掛け投げですね、勝っております。えー、これで十両はですね、えー、7勝1敗で、えー、天空海のみということでね、えー、大正丸敗れてしまって、えー、2敗で佐田のみ、阿炎、えー、そして、えー、この時点でいきますと、大正鵬、そして大翔丸、錦木,木、琴正峰、この辺りが2敗で追っていくような展開に、えー、変わってきております。 それでは幕の地見ていきましょう。海星千代丸から始まります。千代丸が押し倒し。輝き特勝流、特勝流が押し出し。豊山と剣章、えー、剣章が突き落とし。一山本と土地の神、一山本が寄り切り。千代の国対琴恵光、千代の国が押し出し。千代の王と、えー、妙義竜、妙義竜が寄り切りで勝って、これで7勝目ということで、非常に好調ですね。沖の海。 沖の海と、えー、千代大龍、沖の海が寄り切り、島の海、遠藤、遠藤、送り出し、青山、剣、えー、照強、青山が突き出し、浦と富猿、浦が押し倒し、秀の海、大野将、大野将が送り出し、若隆景、宝富士、若隆景、寄り切り、霧馬山、高野里、高野里が押し出し、高安、千代翔馬、千代翔馬、ここで、えー、今場所初白星となりました、上手投げで勝っています。 えー、豊昇龍、えー、球場から開けてきまして、えー、一の挑戦が組まれておりました。えー、豊昇龍、寄り切りで勝っています。三宅海明生、三宅海が引き落とし、えー、正代琴ノ若、琴ノ若を、えー、上手投げで勝って、えー、これでね、えー、まあ、次につながる一勝となったんじゃないでしょうか。えー、正代大関を倒してということになります。 大栄翔、高栄賞、高栄はたき込みで勝ってんだとか、えー、星を五分に戻してきました。えー、ここからね、えー、勝率をね、えー、5割以上、こう、キープしていきたいところではありますね。えー、かつ、まあ、こからね、あと4勝勝ってね、えー、勝ち越しできれば、カザバン出力ということになりますので、ぜひ頑張ってほしいです。そして玉鷲、玉押照ノ富士。照ノ富士はもうこれ強すぎますね。語るべきことはほとんどないと思います。照ノ富士、寄り切りということになっております。えー、ということでね、えー、まだまだ、あのー、 選進楽までまだ日にちはありますけども、えー、9月場所ね、えー、また秋場所、今後に関しても、まだね、えー、こう見ていけたらなというふうに思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。